はい、今回は我が家のキッチンをご紹介したいと思います。かなりざっくりとした紹介になると思うんですけども、細かいところはですね、また別の動画でご紹介したいと思います。我が家はですね、一条工務店オリジナルのキッチンを採用しています。色はブラックにしました。このブラックの色はですね、落ち着いた色ですごくかっこいいですね。間取りはこんな感じになっています。キッチンは10畳、LDK 合わせて 33.5 畳となっています。奥さんのこだわりでアイランドキッチンにしました。ぐるっと回れるようにしています。キッチンはですね、ワイドタイプを採用したので十分なスペースがあります。これで奥さんの料理もはかどりそうですね。背面のカップボードはですね、一番広い 2700mm のタイプにしました。こちらも横に広いので、作業台として使い勝手は抜群ですね。このカップボードはですね、かなり収納が多いので、食器や食料品などたくさん収納できますね。わざわざ後から収納棚を購入する必要もありません。このあたりはまた別の動画でお見せしたいと思います。ワイドタイプは幅 2738mm、奥行き 1050mm とかなり広いので、食材をドバッと置いたり作業もしやすいですね。そしてキッチンの天板はですね、オプションの御影石を採用しています。高級感がグッとアップしますね。シンクはですね、ステンレスのシンクで自動水洗をつけています。あとソープディスペンサーとその横には洗剤が出るディスペンサーを置いています。そしてキッチンの天井をですね、下がり天井にして間接照明を仕込んでいます。間接照明を入れるだけでおしゃれ感がぐんとアップしますね。キッチンの照明はこの下がり天井部分とダウンライトのみとなっています。キッチンとカウンターの間の通路にですね、ダウンライトを3つ、シンクの上に2つつけています。この木目のクロスはですね、リリカラの LV1157 という商品になっています。リビング天井と同じにしています。カップボードの上には自分で LED テープを購入して貼り付けしました。そしてこの冷蔵庫は日立のものなんですが、735リットルもあります。かなり大きいので食材をたくさん買っても余裕で入りますね。そして冷蔵庫の横にはですね、一条ユーザーならご存知のリモコンニッチをつけています。ここにはリモコン関係がひとまとめになっているのですが、こちらモニターホンですね。そしてこちらがエコキュート、これがキッチンの照明とナノイーのスイッチになっています。その横には1階の床暖のリモコン、そして太陽光発電のリモコンがあります。あとは室温計と湿度計が設置してありますね。リモコンニッチはですね、本当にリモコン関係がすっきりしてすごくいいのですけど、磁石が弱いのがデメリットですね。そしてカップボードとキッチンの間は広めに取りました。幅は約100センチほどありますね。なので2、3人くらい立っても全然邪魔にならないくらいのスペースがあります。キッチンの横にはですね、エアコンがあるんですけども、1階のエアコンはですね、唯一これだけです。冬はですね、基本的に床暖だけで十分暖かいので、エアコンは使えません。キッチン側から見た目線はこんな感じですね。いつもこのダイニングテーブルで食事をしています。そしてリビングから見たキッチンはこんな感じになっています。LDK はですね、直線的に作っていて、できるだけ死角がないように工夫しています。洗い場に立つとですね、このような目線になります。リビングやダイニングが全体的に見渡せるようになっています。我が家のキッチンはですね、家電も全部ブラックで統一しているので、すごく締まって見えますね。
キッチンの細かな仕様やオプション、収納などは、また別の動画でね、詳しく紹介していきたいと思っています。簡単なご紹介でしたが、今回はこの辺で終わりたいと思います。以上、我が家のキッチンでした。最後までご覧いただきありがとうございます。何かご質問やリクエストなどありましたら、お気軽にコメント欄よりお願いいたします。また、チャンネル登録や高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。他にも動画を公開していますので、ぜひご覧になってみてください。それではまた。